皆さんこんにちは。インスパイアの小田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日もですね、新しいガジェットを紹介していきたいと思いますが、今日紹介するのはですね、こちらです。じゃじゃんということで、Google Nest Hub です。こちらのものはですね、ここにあるものっていうのは Google のスマートスピーカーの、バージョンアップ版のスマートディスプレイというものなんですね。こんな箱に入って届きましたけど、ではですね、どんなものかちょっと今日は紹介していきたいと思うんですが、今まではこのようなですね、Google では Google ホームみたいなものが出ていました。これだとですね、スピーカーだけで映像がないのでですね、やっぱり聞いて答えてくれるんだけど、やっぱり映像があった方が便利だよねということで、例えば Amazon だったり、LINE だったりってところが今ディスプレイバージョンのものを出してきてますね。ということで、それに追随する形で今度 Google も出したということになるんですけど、ではですね、早速ですね、見ていきたいと思うんですが、ちょっとね、実物を生で今お見せしたいんですけど、最初にまず撮影用に設置してあるので、そちらでね、実際にどんなことができるかっていうので見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。はい、ここですね。はい、こんな感じで実際に今ね、ここに置いてあるとこをカメラでですね、撮ってる映像にしています。なので、iPhone の画面、iPhone で映した画面が今表示されている形になるんですけど、早速ですね、ちょっとやっていきましょうか。はい、では、いろいろね、話しかけていきたいと思いますけど、今ですね、ちなみに、これ、最初の設定のところで、世界のね、素敵な写真を表示するっていう設定になっているので、普段はこういうフォトフレームみたいな感じで使うことができて、非常に綺麗な写真が、1分間隔でですね、このように切り替わっていくという設定になってますね。はい、そしてですね、では早速やっていきましょう。こんな感じですね。はい。OK、Google。今何時？はい、ここにね、今ありましたように、実際にですね、喋った内容っていうのが画面に表示されますので、表示されますから、だからその点では、すごくね、こう、便利ですよね。自分が言った言葉がちゃんと認識しているのかどうかっていうのがわかるので、これは便利ですし、実際に、時間を聞いたときに、その、何時何分ですって言っているよりは、パッと見た方がね、早い。時間はそもそも出てますけど。はい。ではちょっと次ですね。OK、Google。今日の天気を教えて。はい、こんな感じでですね、今の天気ということで、僕がこれ、アブミというですね、事務所がある場所を設定しているので、事務所のね、天気を表示していますが、今日はね、この後僕は移動しましてですね、岡山の方に来ますので、ちょっと岡山の方聞いてみましょうか。はい。OK、Google。岡山県高梁市の天気を教えて。はい、こんな感じでできるということですね。はい、では、次ですけど、こんなやってみましょうか。はい、OK、Google。岡山県高梁市駅までの道案内をして。はい、今ですね、スマートフォンにルートを送信しましたっていうのがありますように、実際にこのスマートディスプレイの方で聞いといた情報っていうのが今ね、画面で一瞬出ましたよね、上に。
あのように出てきますので、そうするとですね、そこのとこで、実際はスマホを持ってですね、Google マップで店に行く、まあ、スマートディスプレイって持って歩けないので、そのようなことの連携もできるということで、まあ、やっぱりね、道案内をね、音声だけでするとちょっと限界ありますけど、今みたいにこう地図が出てくれるとね、確かに便利かなっていう感じがしますよね。はい。あとはこんな使い方でしょうかね。なんだろうな。例えば、そうですね。こんな質問してみましょう。OK, Google。チキンカレーの作り方を教えて。こちらがレシピです。はい。そうしましたら、今これ検索結果が出てきて、例えばクラシルですとか、デリッシュキッチンとか出てきてますけど、まあ、例えばデリッシュキッチンとかこういうの選びますですね。こんな感じで出てきます。そして、まあ、つまり、ここ、今僕画面をね、さりげなくも触ってましたように、まあ、いわゆるタブレットみたいな感じで、まあ、タッチパネルになっているので、まあ、実際にね、この手を使ってやっていくこともできると。まあ、そしたらね、iPad でいいじゃんって話があるんですけど、まあまあ、やっていきましょう。はい。では、OK, Google。料理を開始。はい。このようにですね、まあ、料理をしているときは、はい。実際ですね、料理をしているときっていうのは手が塞がっていて、スマートフォンが手に持てなかったりするんだけど、これであれば、これを見ながらね、やっていくことができるんだけど、今、右のメニューにありますように、右のメニューにある、その、品目っていうのはですね、これ被っても見えないんですよね。ご飯、鶏もも肉ってあって、ずっと下の方にうっすら、カレー粉とか出てるんだけど、これこの下にもしあったとしたらもう見えないじゃないですか。だからこの辺はね、もうこれから改善点が必要なんでしょうけど、実際にはね、これいくつあるんだと、ね、これだけあるのも結局手でやらなきゃいけんじゃんって話なんですよね。まあまあこの辺はしょうがないですね。はい。 OK Google、 次のステップへ進んで。まあ、こんな感じでですね、まあ、声でですね、次何するかっていうのを見ていくことができるわけですね。まあまあ、こういう面ではね、便利かもしれないけど、どうでしょうかね。はい。ということで、ちょっと戻しますけど、はい、こんなことができますね。あとね、やっぱり何と言っても一番メインは、やっぱり映像が見れるわけなんで、映像コンテンツということになるんですけど、例えばこんな感じでしょうか。OK, Google。横田修林の YouTube を見せて。YouTube で横田修林を再生します。すごいね。ちゃんと僕の名前を認識してるね。はい、こんな感じですね。YouTube を見ることができます。で、これ実際にまあ見ていてですね、こう上にこう、なんていうのかな、スライドさせると、よいしょ。他にね、どういうものがあるかとかがこう出てくるので、それで、これ以外の何を見ようか、あれ、うまくいかないな。はい、何を見ようかなって言って、こんな感じでね、見たりっていうこともできます。まあ、この辺が結局手を使っているので、まあ、だったら最初からタブレットでいいじゃんって話はあるわけですけど、まあ、こんな感じのことがね、できますね。はい。では、次にこんなのやってみましょう。はい。OK, Google。Google Podcast で横田修林の人工知能を聞かせて、さあ、これできるでしょうか。あ、対応してないのね。ポッドキャストがね、対応してないというのが残念ですね。OK, Google。ラジオをかけて。わかりました。YouTube Music で音楽を再生します。はい。
こんな感じですね。今僕ラジオかけてって言ったんだけど、実際にはですね、YouTube Music と連動していますので、このように YouTube Music をかける。まあ僕大好きな歌ですけど、これが出てきましたが、まあこんな感じのものができるようになっています。あとはですね、OK Google、今日のニュースを教えて。ラジオ日経の山本直です。今週の前日経電子版ニュースをお願いします。OK Google、ニュースを止めて。はい、まあ、こんな感じですね。僕今タブレットを使わずに、声でね、止めましたけど、まあ、こんなこともできます。でですね、Amazon のスマートディスプレイと、まあ、Google のスマートディスプレイ、そして LINE がありますけど、この中で Google がですね、いいような悪いようなちょっと劣ってる機能っていうのがありまして、それがですね、実はカメラが内蔵されていないんですね。なので、電話をかけたりすることはできるんだけど、いわゆるビデオ通話っていうのができないんですね。まあ、そこはちょっと残念な機能なんですけど、ただここのね、この上のとこになんか見えますかね。ちょうど今、時間と重なってるので、ちょっと若干ずらしますけど、ここですね。ここになんかあるもの、これ何かというとですね、これカメラではなくて、センサーがついています。例えば今ですね、ちょっと部屋の明かりを少し落としてますね。はい、このように落としてみると、画面が暗くなっても分かりますかね。またちょっと明かりつけますと、画面が明るくなったのが分かると思います。つまりですね、その部屋の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整するって機能がついています。これはどういう時に便利かっていうと、例えば夜になって、寝る時にですね、電気を消したら真っ暗になる。真っ暗になるのに、このディスプレイがですね、光光と光っていたんでは、気になって眠れなかったりするので、その時に暗く自動的になると。だからって真っ暗になって消えるわけではなくてですね、そのような機能がついているってことも面白いかなっていう気がいたしますね。で、あとはですね、ブロードキャストといって、まあ実際にネットフリックスとか、まあ YouTube とかですね、まあ、そういったものをですね、投影するというね、機能なんかもついているってことも、まあ面白いとは思います。ただまあ個人的には僕はですね、カメラがあって、そのビデオ通話ができた方がいいなと思うんですけど、これはなんかね、上位モデルの方にそういうものが搭載されたのが出てきそうな気がしています。ということで、ちょっと画面戻しますね。はい、ということで見ていただいたんですが、最後にね、ちょっと実際のもの。はい、今お見せしてたのはこれなんですけど、こちらは、後ろがね、こんな感じになっていて、もう設置型になっているんですね。で、ここ今ね、表示していますけど、これ、充電コードがあって、普通のタイプ C じゃなくて、この丸いやつなんですけど、これ抜いちゃうとね、こう消えちゃうんですよ。消えちゃうと真っ暗になっちゃうので、もう完全に据え置き型ということになると思います。で、ここのとこに、音を認識するかしないかっていうね、オン、オフっていうのがあって、でここにね、音量の調節のものがあるので、だから、画面の方でやらなくてもね、ここの方でできたりします。はい、これ最初に今起動しましたけど、起動するとですね、最初のとこに出てくる、まあね、こういうふうに出てくるんですけど、ここのとこですね、下からこう上にね、まだ始まってないかな、スライドすると、音量とか、明るさとかを調整する画面が出るんですけど、まあ、そういうものが、ここでも調節できるようになっています。はい、ここをね、下をこういうふうに上げると、よいしょ。見えるかな？ちょっと光って見えないんだけど、下からバーが出てくるようになっています。まあ、そのようなことがついているものですね。で、まあね、画面もすごい綺麗だし、ディスプレイとして、意外にAmazon のやつはでっかいんですよね。で、まあ非常にコンパクトでいいのかなという気がしていますね。まあ感覚的には、iPhone の
iPhone X なんかとね、ちょっと一回り大きいぐらいの感じですね。ぜひ使ってみてください。インスパイアになってました。